皆さんこんにちは、金地工房です。本当に久しぶりにこうして動画をアップしているんですけれども、本当に半年ぶりぐらいですかね、ショート動画を含め、全くノータッチで、いたんですけれども、本当にこの期間ありがたいことに、このチャンネル登録してくださる方が少しずつ増えてきていまして、やっぱり定期的にやっぱ投稿できた方がいいのかなというふうに思いまして、また、時間ができたのでこうしてアップをしています。このチャンネルですね、今後は今までね、風景、自分がアニメの背景という、ことを専門に、やっていたということもあって、風景メインの動画が多かったんですけれども、これからはもっと敷居を下げて、本当に、今日もこれから、やるんですけれども、誰でも挑戦できるような、そういう、なんだろうな、今から絵を始める人にとっても、ちょうどいいような、始めやすいような、参考になりやすい、そういった動画を、上げていけたらいいのかなというふうに思っていますので、参考になればいいのかなと思っています。定期的に上げられたらなと思うんですけれども、どれだけ続けられるかわからないんですが、ぜひ、楽しみに、してくださればいいのかなというふうに思っています。はい、ということで、早速なんですけれども、今日ですね、何をやるのかということで、やはりもう本当にね、私も初心を取り戻したいなというふうに思いまして、ね、やっぱり、そもそも絵を最初にこう始めるのって何なのかというか、どういった機会なのかなというふうに、振り返って考えてみると、やっぱり落書きかなっていうところなんですよね。落書き、皆さんも大人の方は思い出してみてください。小学校、いやもっと前ですかね、幼稚園、保育園、そういった、時に、何かしら、書いた記憶があるかな、全くないよという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何から皆さん最初、何の絵を描いたかなんて思い出せないと思うんですけれども、やっぱり落書きだと思うんですよね。やっぱ落書きが最初の、接点だと思うんですよ。本当に私もね、自分のその昔の記憶ってあんまないんですけれども、でも、もともと保育士だったので、わかるんですが、やっぱ1歳児が、何をするのかっていうと、クレヨンを持って、何も見ずに自分で、好きなものを描くっていう、ことをやってました。やっぱこれが最初なんだなと、これがスタートなんだなというふうに、私も、現場で働きながら思ったんですよね。なので、今回は落書きということをね、やっていきたいなというふうに思うんですよ。で、何を描くかは皆さんも一緒にこれチャレンジしてほしいなと思うんですけれども、何を書くかはもうお任せします。何でもいいです。小学校の頃、好きだった、熱中していた、アニメのキャラクターでもいいですし、それが結構多いんじゃないかなと思いますけどね。大体、何かしらのキャラクター書いたんじゃないですか。ね、私も保育士で、働いていた時に何が一番多かったかなと、何を書くことが多かったのかなというふうに振り返ると、やっぱアンパンマンですね。アンパンマンは本当に何回書いたかわからないくらい書いてました。でも今書けないんですよね。なかなか何も見ずに書くって本当難しくて、記憶の中でね、こうここどうだったかなとか思い出しながら書くんですけれども、それって結構難しいですよね。なので、
まあ、今回は何かを見て書くようにしてもらって全然大丈夫です。ですので、まあ、大人の方、まあ、どれぐらいかな、まあ、同世代の方いらっしゃいますかね。まあ、大体ほんと30代ぐらいの方であれば、ね、昔流行ってた、何ですか、まあ、ナルトとかでもいいし、ね、あの、ワンピース、まあ今もワンピースありますけど、ワンピースでもいいし、ね、まあ逆に、今世代の方は何なんでしょうか。まあ自分はあんまりアニメ見ないのでちょっとわかんないんですけど、呪術廻戦とかですか、ヒロアカとかですかね。まあそういったものでいいんですけれども、まあ何でもいいので、あの、手元に参考を持ってきて、用意するものは、まあ先ほどお見せしたこの、シャーペン。まあ、シャーペンが身近な人はシャーペンでいいですし、いやいや、鉛筆の方が身近にあるよという人だったら、鉛筆を用意してもらってもいいですし。まあそうですね。まあ、鉛筆かシャーペンということになるかと思うんですけれども。そして、まあ本当に身近なものでいいんです。まあこういうふうにね。まあ、自分はこれ、仕事でちょっと使っていたので、ちょっと探したら出てきたんですけれども。このノート。ノートとかでいいです。まあノートでもいいし、まあ A4 のペーパーでもいいですし。一番身近な、ね、そういう道具を用意してください。そして、まあ、今回自分が書くのは、これです。反転してわかんないですけれども、このナウシカですね。はい。まあ、これは自分思い入れがあるんですけれども、まあ、それは話すと長くなるんで、まあ、今回は自分はこのナウシカを、書こうかなというふうに思っています。皆さん、もう本当にご自由に、ご自分が好きなもの、書きたいもの、まあ、単純に今ハマってるものでもいいですし、そういったものを、ね、書いて。で、まあ、ポイントはね、本当うまく書こうっていうことじゃなくて、もう楽しみながら書くっていうのが一番いいです。まあ、落書きなので。まあ、今回は、そういううまく書くとかじゃなくて、本当に楽しみながら書くということを、まあ、念頭に置いてやっていけたらいいなというふうに思います。はい、では早速挑戦してみましょう。はい、先ほど言い忘れましたけれども、皆さんこれもねちゃんと用意してくださいね。これ消せなくなったら大変ですね。
いや皆さんお疲れ様です、ね、適度に休憩取りながらやっていきましょう。まあ途中まで書けましたけれども、自分はこんな感じですね。ちょっと顔がね大きくなってしまったので、全体的に大きく書こうかなと思ってバランス取ってやってます。はい、ちょっと下まだ書けてないですが、まあ、ちょっとここからね、武器を書いていこうかなと思うんですけど、まあ武器書いてあと影つけて、まあ、それで完成かなという感じですかね。まあ本当に落書きなので、まあ、どこまでこだわるかっていうのはもう本当に自由ですので、本当に好きな時でいいタイミングでまあもう完成としてもらえたらいいのかなと思います。時間が本当にある方はね、ぜひ、まあ、こだわって描くっていうこともやってみてもいいのかなと思いますけれども、いやでも本当に楽しいね、本当に描いて楽しいなと思いました。で、まあ、楽しいのと同時にやっぱり宮崎駿さんがやっぱすごいなと改めて思うようになりました。宮崎監督、どういったところがっていうのはもう本当に細かいところなんですけど、服のシワであるとか、あとそうですね、本当に細その素材のなんというかリアルさというか質感というか、まあ、リアリティがある、本当にリアリズムが本当にあるというか、すごいですね。本当に細かいところまで観察しないと本当にそういった細かさっていうのは出せないんですけれども、いや本当にさすがだなというふうに思いました。まあ皆さんちょっと休憩しながらね、適度に、楽しんでできたらいいのかなと思います。いや本当に、いや楽しいな、本当なかなかこんな純粋にね書くってことあんまりなかったなと思いますね。なんか売るために書くとか、売れる絵を書くとか、何なんだろうと思いますよね。本当にこう先日も友人とねそういう話してたんですけど、まあその話してた彼は本当にプロで漫画描いて週刊誌にこう連載してるような本当に人なんですけど、ね、本当に最近自分がね商業作家になってるんだって言って本当に苦しんでたんですよね。やっぱりこう世の中で本当にプロとしてね書いていくっていう人はそういう人でね、本当にそういう苦しみがあるんだなっていうことを感じました。だからやっぱこういう時間ね、ぜひとも彼にも持ってほしいなとか思っちゃうんですけど、ほんと締め切りとかねあるから、特に漫画家って大変っすよね。
ナウシカはね、今でも覚えてるんですけど、中学校の図書館に、図書室に唯一あった、唯一じゃないですね、唯一じゃない、手塚治虫の火の鳥とナウシカ、確かこれだけがあったと思うんですよ。今の学生さんどうなんですかね、図書室って何が漫画ってあるんですかね。なんか今もっとたくさんありそうな気もしますけどね。なんか学校にもよるか。まあなんで、まあ自分の通ってた、ね、中学校にナウシカと火の鳥、他にもあったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんかその2つはねあったんですよ。もうほんと少なかったですね、漫画自体が。だからその2つはね、なんか今でもよく覚えてます。よく読んだなと思って、なんかたくさんある本の中にね漫画がちょっとあったら読んじゃいますね。だからね、その時初めてナウシカ、まあ、映画ではその前から本当勤労とかね見てましたけど、やっぱ原作すごいなって今でも思いますね。あんま漫画読んだりしないんですけど、ナウシカだけ持ってるっていう、それもそれで珍しいかもしれないけど、
皆さんお疲れ様でした。いやー本当に気づいたらもうあっという間に時間経ってましたね。2時間ぐらいかけて、なんかこだわらなくてもいいですよって言いながら自分が一番こだわってたかもしれないぐらい楽しすぎて、いやー本当に書き込んじゃいましたね。最終的にこういう感じになったんですけれども、いや本当に楽しいなと思ってついつい本当に書き込んじゃいました。まあ落書きなんでね、本当にまあどこまで書くかは本当その人それぞれだと思いますけれども、ちょっと本当に久々すぎてちょっと楽しくなっちゃって、もうなんか落書きじゃなくなりましたけれども、はい、皆様どうだったでしょうか。まあ本当にね、楽しんで書くっていうことがまあ本当に一番だと思いますのでね、はい、まあ続けてこの金子工房では絵をゼロからでも本当に始められるような、でそういった、まあ、コンテンツっていうのを、まあ、充実させていけたらと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。それではまた。